でね、ラストここの部分です、うん、この部分はゴム、ここがねゴムで、うん、この袋が時計に乗ってます、うん、時計、時計です。こんな感じ、時計裏透明なんで見せるけど、こんな感じになってて、おーおーおー、いっぱい詰まってる、時計4つぐらいが詰まってます。うんうん、なるほどね。で、1個動いてたんで、うん、もうその動いてる1個を使いたいなと思ってるんですけど、なかなかね、もう携帯持ってるとね、そう、時計を使わないんですよ、うん、2年生ぐらいの時にお小遣いで買ったんです、うん、それが、あー、そうね、原宿で買ったやつ、なんか、ね、なんだっけ、あそこピクニック、そう、ピクニックの前にあるなんか屋台みたいな、うん、なんかすごいなんかジブリに出てきそうな時計屋さんがあったんですよ、うん、それでね、きっと目惚れして、それでね、1回目は諦めたんですけど、うん、2回目もあって、うん、やばい、もう無理だ、買おうってなってもう可愛すぎて可愛すぎて1500円ぐらいだったかね、 それでお小遣いでお母さん、うん、ママね、うん、お母さんにお小遣いでいいから買ってお小遣いでいいから買ってっていうか、買っていい、いいでしょそれでね、買ったのがね、こちらです。このね、キラキラが本当に可愛くて、うんうん、ね、これね、ここを押すと開くんですよ、こう、おー、超可愛いし、これ指示で止まってるんですよ、うん、一時期これずっと首にかけてやってたよね、そう、一時期ずっとこう首にかけてさ、うん、今何時だろうとか確認したからさもう懐かしいと思って、これが一番好きかもしれない一番最初に買った時計、思い出があるね、そうそう、うん、2番目に買った時計がね、バタバタチョコラーですけど、うん、こちら、こちらハートでね、すごい銀なんです、これも時計、それで時計で、ここの金具を外して、うん、開けるんですよ、うん、そうするとこういう時計になって、なるほど、ちょっとこれは何、キーホルダーって感じ、そう、これはキーホルダーで、あー、こういうことね、カバンにつける、カバンにつけられるんですよ、なるほど、あ、これかわいいね、そう、それでさ、あのキーホルダーとしてもつけれるし、うん、え、かわいいねって友達に言われるじゃないですか、うん、そう、これ時計なのって、そうそうそう、一石二鳥じゃんあ、電池ないのか、でも動いてないんですよ、なので今はキーホルダーとしてしかつけられないんですけど、うん、え、電池変えれば動く、動きます、あ、じゃあ、 あの電池変えてもらえればいいね、あ、これはネックレスよりなんか気軽につけられるというか、うん、すごい可愛い感じの時計ですね、はい、で、3つ目に買ったのが、うん、またまた同じお店なんですけど、こちらの腕時計を買いました、私。なんか時計はすごいね、よく買ってたね。そう、よく買ってて。これで一回電池ちゃんと変えたよね。そう、一回変えて、まだ動いてるよね。うん。もうちょっとサビがね、出てきてるね。そうなんです。これね、超可愛くてね。もう一時期超つけてて。つけてたね。でもなんか最近なんか、白コロが来て、うん、白コロに噛まれまして、本当はね、こういう感じでね、見えるかな。本当はこういう感じでね、キラキラがついてるわけなんだけど、ここにキラキラは全部取れちゃって、あ、全部取れちゃったの、そうそう、全部なくなっちゃって白コロに噛まれて、そっか、あとここの金具もね、白コロに噛まれてね、うん、なんかすごいこう、なんかぐちゃぐちゃになっちゃって、金具が、そうね、時計があると何これって興味湧いちゃうからね、そう、それでつけてると噛んでくるんですよ、うんうん、それからは、うん、あの、あんまつけなくなりました。白コロが来てから時計最近つけてないんですけど、可愛いですよね。ですね、思い出が。で、なんかね、うん、これどこで買ったのって思う、うんうん、一瞬思っ、あの、片付けてる時に思ったんですけど、うん、これなんかリミとさ、色違いで買ったやつ、あれ、そんなあったの、なんかリミと買ったのなかったっけ、色違いで、こんな感じのね、うん、なんか腕時計がね、あったんですよ、うん、で、何これって思って、なんかね、雑貨屋さんだ、雑貨屋さんで買ったっけ、するんだけど、ちょっとうろ覚えだよね、うろ覚えなんだけどね、なんかリミちゃんとお揃いで買った、確かに買った記憶がある、なんか買った、一回買った記憶があるよね、そうそう、それでずっと取っといてます、うん、っていうかさ、全部結局紹介したじゃん、最初一個だけ紹介しますねとか言って次はゴムですね。ゴムはね、こんな感じになっておりまして、なんかいろいろあります。これはこの前ね、あの、買ったやつです。これとね、これもこの前買って、あ、お友達に、そう、これはお友達とお揃いで、クリップレだっけ？そうそう、うんうん、クリスマスプレゼントでね、うんうん、5人とお揃いです。うん、私含めて。でね、
これもね多分同じ時に買ったんだっけ、また違うっけ、300円ショップだった気がします。ああ、それまた別のところかな、多分別だと、うん、買いましたね、はい、これどこだっけ、300円ショップかな、これあれ福袋、あ、そうだそうだ、これ300円ショップの福袋でもらいました、もらったというか、もらったというか入ってたんですね、入ってました、なのでね私は選んでないんですけど、うん、これ超当たりだなと思って、うん、かわいいよね、超かわいいの、この銀がなんかパラパラって入ってるのが、なんかこのピンクのハートのが懐かしい、これね友達がなんとね手作りをして作ってくれたんですけど、まあ、友達の幼稚園の友達、ママね、幼稚園の友達で、あのみんなお揃いなんですよ、多分青と紫とピンクなんですけど、うん、これあのプリズムストーン時代のストーン、あ、そうそう、それを使って作ってくれたんだよね、それを使って作ったので多分ピンクと紫と青です、うんうん、でね周りにこのパールがついてて、かわいいよね、超かわいいと思って、いまだにお風呂上がりとかにねつけてるんですよそうなんだ、そう超かわいいね、これ作ってくれたんだよね、そうだからよく友達と遊んで、遊ぶときはよくつけてました、うん、ね、懐かしい、懐かしい、幼稚園の頃だもんね、そうでも今コロナでなんか1年ぐらい会ってなくない、うん、会ってない、悲しい、あ、でも一人はゆうあちゃんです、あ、ゆうあちゃん、そう、ゆうあちゃんはね動画にも出てもらってるからね、ゆうあちゃん多分紫です、そうだね、これおさらい、うん、ね、懐か、あ、もう一個出てきました、こちらね、うん、はい、でね、これはもうすごい年季入ってますね、なんか年季入ってない、年季入ってるんだけど、突然年季入ってるかも出てきたけどこれはですねミニソーで多分いっぱいあったのがラスト1本です、これ、うん、へー、こっちも年季入ってるよね、なんか腕につけてたら伸びちゃったんですよ、なるほどね学校とかでこれ全部紹介していくの、うん、ゴムだけ、ね、でね、これはね、キラキラのゴム、これ去年の福袋に入ってたと思います、へー、かわいいじゃん、それ300円ショップの、うん、去年の、じゃあ去年も良かったのかな、去年も良かったと思う、うん、でね、これがね、ゴムです、うん、で、これがね、無地のゴム、うん、多分、ベッドの上にもゴムが多分3本、4本ぐらいありますね、昔手首にいつもしてたもんね、そうで、寝てる時になんか取っちゃうのか取れちゃうのか分かんないですけど、あ、朝起きたらね、3本ないとかあるんですよ多分だから、うん、でも最近ね、髪をね、まとめて寝るんですよ、うん、1本にして、だから、それで朝起きて取って、そこに置いたまま起きちゃう、なるほど、ご飯とか行っちゃうんで、はい、ゴムがね、最低3本、2本もありますこんな感じのね、無地のゴムですね、はい、これもありました、でね、あ、チョーカーがありました、チョーカー、ここにチョーカーがちょっと入ってたのね、使えそうなチョーカーを選別して、このなんかこういうやつと無地、この銀の無地、うん、シンプルなやつ、ね、シンプルなやつを取っときましたね、はい、あとこれね、なんか刺すやつ、これも福袋、うん、よし、じゃあ2段目を片付けていきますね、はい、あ、潰れてる、潰れてる、潰れてる、痛いよ、痛いね、ちょっと後でやろう、で3段目いきます、次にじゃじゃん、3段目はこんな感じになっております、こんな感じになっております、うん、でね、この辺はね、なんかゴムでね、ゴムとかピンとかあんまり使わなそうな、あんまり使わないのが入ってて、ちゃんとポチ袋にね入れてます、ね、みんなポチ袋に入ってる、そうで、空気抜くんですよ、で、これがね、空気抜くのね、そう、これがね、あの紙の色なんですけど、うん、これがなんかキラキラできるやつっぽくて、うんうん、まだ使ってないですけど、買ったね、なんかキラキラできるらしいので、うんうんうん、まあ いつか使います、はい、でね、これはね、髪が紫になってシャンプーで落ちるっていうのがあって、あ、ドンキで買ったんですよ、ね、それで使ってみたんです、全く変化なし、あ、な、黒と紫でなんか目立たないっていうか、うん、もっとなんか黄色とかならちょっとは分かったかなとは思うんだけど、紫パープルなんで全くなんか見えなかった、あんま変わらなかったんだ、あんま変わらなくて、なるほど、もうまだ多分入ってると思うので取っときはいるんですけど、はい、はい、なるほど、はい、はい、でね、これはあのゴムが紫、青、赤、茶色なんか黄色みたいなゴムが入ってます、うんうん、買ったね、このリボンね、そう、これね、全部ね、取って、うん、全部ね、このやり直したんだ、ゴムでこう止めて、すごいね、全部均等に入れてで、空気抜きました空気抜くのが肝心ね、そう、空気抜くのがいいの、あ、そう
次はね、あのなんかつけ毛です。あー、クレアーズだっけ。これはクレアーズで、あの紫と金と銀で買ったんです、うん、でもなんか紫はなんか前の髪の長さに切られてて、あ短くて、あの袋が小さいだけなんですけど、うん、でね、この金と銀はまだ切ってなくて、うんうん、なのでこの大きいやつなんですけど、長い時にたまにつけてたね。そう、長い時につけてたんです、うんうん、でもなんか目立たないんだよね、なんか中に、まあね、なんかまあ、メッシュみたいな感じだからね。そうなんです、うん、なのでまあちょっと気分転換とかでね、気分転換とかにつけたんだけど、ね、はい、最近はつけてません、うん、こんな感じで。じゃあ次こっていきますね。はい、まずね、黒リボンと茶色リボンで、まだリボンでできた茶色リボン多いよね。多いね。これはあの長さとか切って、うん、同じ均等の長さのリボンが2個入ってるので、ツインテールでも大丈夫ってやつ。でこれは1本しか入ってないのでポニーテールしかダメってやつ、はい、あ、これ全部ゴムでした。本当だ、黒ゴムとなんかこういうなんかね、ママがよく結びそうな輪っかになってないゴムと、はい、これはあの100均でね売ってる使い捨てのゴムなんだけど、やばいね、これこの袋の袋が電気入ってますねなんかやったら、でもよくこれあの持ち運びしてたんです。そしたらなんか何かに引っかかったのか分かんないけど、超なんかめっちゃ電気入ってるめっちゃ電気入ってるこっちも消えかけだし、まあね、はい、中のゴムは綺麗なんで、はい、ラストこの部分なんだけど、これがね、サンキューマートじゃなくて300円ショップで、あ、福袋に入ってたやつだ。そう、それ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 、最近福袋で入ってたやつ、はい、これ色違いで超可愛くて、はい、お風呂上がりとかに使ってるんですけど、へえ、可愛いですよ、ね、可愛いよね、大人っぽい。そうなんです、はい、いつもどっち使うか迷うんですけど、確かに2個あるしね、うん、でね、次にこれがなんかこれ昔からあるんだけど、これはさ、なんか福袋で入ってたやつだと思う。マジ全然覚えてない。これクレアーズかな、昔あった、今ないからね、クレアーズね。そう、クレアーズだと多分思います。で、この福袋らしいです、うん、覚えてない、ちょっと多分福袋、これはなんか形が可愛いなって思っとっといてます。はい、でこれがね、ピンです。 U ピン。おー、 U ピン、あうっそー、 U ピンじゃないな、これは普通のピンだな。え、 U ピンじゃ、 U ピンだと思って、本当に U って書いてあるピンだ。え、 U ピンだと思って買ったのに U ピンじゃないんだけど、何これ。これ U ピンじゃないよ、うっそー。はい、ということで以上でございます、3段目。はい、あ、なんかカチューシャは、あ、もうそれちょっと真っ黒で見えないけどカチューシャを、一応カチューシャがここにも2個入ってるね。これで以上かな。そう、これなんか分厚くてさ、うん、はい、これと2個しか入んなくて、なるほど、本当は何個も入れようとも思ってたんだけど、うんうん、以上ですね。はい、でね、次にこの袋いきますね。はい、袋にはね、うん、3段目に入らなかったカチューシャとかが入ってます、うんうん、なんかこっちの基本的に使うけど、こんな感じのね、お気に入り、お気に入りのカチューシャが入ってて、最近カチューシャ多かったもんね、使うのね。これとかこれとか、超このあ、2個あるのはリミちゃんに買ってきたんですけど、全然使う、リミちゃんが使わなそうな、これとこれ超使いやすくて、うん、何でも合うの、超可愛い、うん、いいね。そう、あと今度太めのカチューシャにも挑戦しようと思って頑張ってるんですけど、うん、なんか未だに変なんだよね。本当、今度ね、こういうのにも挑戦しようと、うん、はい、でも可愛いんだけどこれ、うん、これはね、ちょうど1年前の TikTok に撮った。マジ懐かしい、これ懐かしいね。1年前に1月に髪切ったんですよ、うんうんうん、でその時にその髪切って一番最初に撮った TikTok の2番目に撮った TikTok に、うん、そりゃよくわかんないけど、はい、懐かしい。でね、あとね、シュシュ、うん、あ、これお友達からもらったシュシュ。あれ、あと緑のもあるんだけどないわ。まあいいか。これお友達からもらったシュシュです。あれだね、なんだっけ。ラブトキ。そうなの、そうなの。なんかラブトキのね、セットみたいなやつくれて。はい。かわいい。かわいい。でね、これとあともう一個、この色したシュシュが、
300最近の福袋に入ってたんだけど、はいはい、どっか行きましたもうどこ行ったの？多分ね、あのベッドのとこね、ベッドに見た、多分ベッド、はい、ベッドです。あとこれもう一袋、まだあんの？うん、机の上に乗ってます、これぐらいのが。いっぱいある。あとこれまたなんか出てきました、出てきました。なんだっけこれ、首につけるやつ、チョーカー、チョーカー、はい、思い出しました。あとはね、もうこの、なんか、ね、なんかこれなんか大きすぎてこっちに入らなくて、うんうん、なんかこう折ってもなんか飛び出しちゃって、うんうん、なかなかなんか入れられなかったのでこっちですね、はい。あとこれはリボンで、あ、これね、なかなか使う機会がなくて、ね、そう、機会がなくて今、まあ、これ一本にね縛った時とかがいいのかもしれない ね刺すやつ。あとはピンと、はい、ピンと、はい、これも割れてるね、気入ってるね、うん、ピンとゴムと一個だけゴム。あとこれ友達にもらった、あー、かわいい、ちょっとなんかちょっとなんかなぜ3なのかわかんない、ね、なぜ3なのかわからないのと、あとこれはキーホルダーじゃないのか、キーホルダーなのかっていう、多分キーホルダーなのかな。でもなんかラメとかなんか違う、なんかパールとかでキーをつけ、なんか鍵とかつけたらいいのかね。ね、なんか何に使うかがわからないんだけど、友達からもらって、でね、このね、このモフモフが可愛いなと思って、これ今度ね、なんか図工とかに使えたらいいなと思ってます。はい、オッケーです、以上です。はい、ということで今回はね、私のアクセサリーケースを紹介してみました。はい、ということで、それではバイバーイ。